はい、皆様どうもこんにちは。第13回ただの神ゲーパルワールドやっていきたいんですが、なんと今回のパートをもちまして初見プレイ最終回になってしまうんですけど、その前にそうね、残っているのがあとボス戦だけになってしまうので尺が足りないんですよ。なんで、まあ出血大サービス、現状世界で最もパルワールドに詳しい男、この MKR による全モンスター解説動画、そういうのを作ってみたので、まずはそちらからご覧ください。はい、では皆様こちらね、ご覧いただきたいんですけど、なんと134種類、すべてのパルモンをコンプリートしてきましたよ。めちゃくちゃ時間かかった。だいたい100時間いかないぐらいだったと思うんですけど、まあかなり苦労しましたね。ということで、ラスボスに挑む前に一体一体ね、まあこいつがおすすめだとか、ここに行くまでの道のりこいつばっかり使ってたなーとか、そういうのを、まあ、完全なる所感で話していきたいと思うんですけど、最近だったら配信でハードモードとか公式のやつをやっているので、まあ各々ね、どういうモンスターいらないモンスターがいないんですよ。ほとんどこの134体の中の120体ぐらいは強い、なのでそういうのを解説していきたいと思うんですけど、まずはモコロン、まあこの3体モコロン、ツッパニャン、タマコッコ、まあ、タマコッコ、モコロンに関しては完全に素材です。はい、こいつらの資材が一生必要になってきて、ツッパニャンはね、こいつはいつまでも強い。スキルがね、猫の手も借りたいって言って所持重量、最も大事なステータスが増えるんですよ。でこいつをね、レベル5配合で一気にスキルレベル5まで上げたんですけど、まあぶっちゃけ後に出てくるグラビティを持ってるやつ、アンチグラビティの無重力のやつの方がもうちょい倍率は良かった。まあだから1体レベル5を作っておいたらいいかもしれませんね、捕まえやすいし。でもってクルリスが、これはね、序盤のこのクルリスリコイル、リコイルリスコイルみたいなアニメありましたよね。火力が凄まじいんですわ。しかも作業適性がこいつなんと5つもあるんで、序盤の奴隷適性ありといった感じで、キツネビも強いです。序盤のアタッカー最強まである。ダッコファイヤーが普通に強くて、あと火炎、炎上属性がね、どんな強い相手にも一定のダメージを与えてくれるということで、格上キラーにもなる。はい、そしてこのカモの隙はただのカス、これ多分一番いらない。最も弱いかもしれない。パートナースキルがね、このサーフィンタックルって言って攻撃する系は基本強くない、あんまり強くないですね。水やりもペン玉でいいからな。さあそしてボルトラは、これは静電気で手持ちにいる雷属性のパルの効力を増加するんで、まあ基本必要ですね。こういう味方にバフをかける系は最後まで使います。さあそしてエテッパはウキウキライフルがアサルトライフルをね撃ちまくるんですけど、まああんまり強くない。リスコイルは結構ね命中力いいんですけど、こいつはあんま当ててくれないけど、作業適性5個あるんで、なかなか良しです。はい。で、ヒノコジカは、これは炎属性上げるんで、さっき言った通りあり。まあ、全員いるんですけどね、属性上げるやつ。さあ、ペンタマ、これ、ペンタマロケットランチャーね、レベル5にしたら最強になるんじゃないかとか、結構言われてると思うんですけど、試してみた結果、そんな強くないです。はい。まあ、エッグランチャーレベル5の方が火力は出るし、知らなくなるんですよね、レベル上げたら。レベル2になったら2回打てる、レベル3になったら3回打てるみたいな感じだけど、まあ、クールタイムはめちゃくちゃ長いんで連発できるわけじゃないから、だったら普通にね、ペンタマ5体連れてって1体1体打ち出すみたいな、そういうムーブでもいいかもしれない。さあそしてキャップペン、最初のボスモンスターなんですけど、こいつは氷属性としてね、なかなか強いかなって感じでもないですね。はい。あんま強くないです。専用技がスライディングヘッスラで相手にね突っ込んでいくんですけど、まあこれが当たらない。ただ、この作業適性、凄まじいんですよね。この5個、いや、6個か。いや、5個か。5個持っていて、全部レベル2だから、序盤の水やり要因としては、使うのが、アズレーンでもね、レベル3だから、どっち取るかって感じなんですけど、パートナースキルがね、ウソップみたいなこと言ってて、ドロップアイテムが増える系は基本使わないです。はい。で、次が、バチグリ。このバチグリ、こっちグリの。手榴弾系のやつは序盤で一応相手が状態異常にしたくて捕まえたいなって時に使うぐらいで、それ以外はあんま使わないんで、こいつらもカモノスケに次いでカスですね。はい。さあ苗餅は最初に木こり応援隊でどんどん木を切っていく伐採の時に役に立つんで、ハードモードで重宝しますね。草地面っていうタイプが地味にいいんだよな。でタマモもね、これハードモードでここ掘れコンコンが強いんですよ。こいつに頼らないとパナジウム鉱石がマジで
なくなってしまうので、スフィアのあれをね掘り出してくれるっていう可愛いやつですね。さあホーロックはこんなぶっ潰れてたっけお前。ホーロックなんとこいつ高度な技術書を落とすんですよ。テクノロジーポイント全く足りなくなるんでね。なんでこいつを使いつつ、地味にこれ図鑑説明文もみんなおもろいんだよな。闇属性のパルのあれが増加するんで、ネムラムと組みましたらいいと思います。はい、さあチョロゾー来ました。まあ回復してくれるんですけど、大体ワンパンで死ぬんであんま関係ないですね。はい、次ウンダコアラはカフェインがね摂取して移動速度上がるんですけど、お前の移動速度上げてどうすんねんっていう。プレイヤーの移動速度上げてくれるんだったら話が違ったんですけど、で作業適性もあんまりないし、ただまあこう夜行性のやつは寝ないんで、そういう意味では奴隷適性は高いかもしれない。はい、ミルフィーは可愛いだけです。まあ一応羊毛を生み出してくれるんですけど、そんな強くないですね。最強、もうこれ序盤最強枠、ネムラム。これね、いや多分そのパートナースキルで本当は1体までしか出せないやつがバグなのか仕様なのか分かんないけど、一気にファンネル4体5体出てくるので、あれが序盤の無属性に刺さりすぎている。だいぶ後半まで使えますね、ネムラム。しかも見た目可愛いし、こいつは人気出そう。毒技覚えるのもね地味にいいんですよ。あ、イノボーもね、これイノボー強い。待って俺このペースで全員解説してたらこれで動画終わるまであるんだけど、イノボーは僕最終盤まで使います。こいつにライドして石にタックルするだけでめちゃくちゃ功績取れるんで、しかもクールタイムがないんですよ。なんとタックルのクールタイムなくて無限にできるから、石頭でガン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 掘っていくのをおすすめします。で、ルナティ出ましたね。このプレイヤーに属性を付与する系は全員強いです。はい、全員ティア1級に強いです。ティア1は言い過ぎだな。ティア2かティア3ぐらいには強いです。まあやっぱホレーナがね、行かれてたところはあるんですけど、でこいつはなんか最初採掘めっちゃしてくれてすごいなと思ったけど、別に周りの金属は探知しなくていいです。闇かグライド系ですね、これ。俗に言う。スライディング、あんま動画中使ってなかったんですけど、スライディングして、ジャンプキャンセルグライドみたいなのしたらとんでもないぐらい飛んでくんですよ。すごい速度で。村雲もびっくりぐらいの速度で飛んでいくんで、まあ、それを利用したら最初の特にハードモードとか村雲に行くまで大変なモードではかなり移動手段としていいんじゃないでしょうか。ニャオテと金貨を掘り出すことある。これ大した金貨掘り出さないんですよね、うん、こいつに任せるぐらいだったらこいつ売った方がいい。こいつらを売って金に変えた方がいい。なんなら金貨とかサファイア落とすんで、特に釣り手とサファイア高値で売れるんで、ね、売った方がいいです。殺すか売るか。あ、ルミカイトは同じくですね、そよ風グライダー。まあ後半に出てくるしめ縄とかあいつらの方が確か飛べる気がするんですけど、序盤水はね色に越したことないんで、まあ、そして最初のライド枠ガウルフです。こいつがね、まあ、たまたま俺特殊個体捕まえたからなのかな。ダークレーザー撃てるやつマジで重宝したんですけど、ワイルドファングとエアキャノンがかなり最初にね、相手するのが大変なザコモンスターとかを低コスパで勝っていける。命中力もいいし。ただ、一つ弱点があるとしたら、ワイルドファングの当たり判定狂ってて、お前おそらく当たってるだろみたいな距離感にいるのに当たらないっていう。あれだけどうにかしてほしいですね。で、これガウライドをレベル5とかにしたら、多分相当速くなる。村雲級に速くなるんじゃね？プラスで、神速っていうアクティブスキルとかを持っているやつを捕まえれたら、まあなおよし。村雲と違っていっぱい捕まえられるんでね、こいつ。まあ、見た目もかっこいいしな。はい、来ました。クルットリ。これはね、狂ってますわ。これ最初に俺がレベル100というか、100体捕まえてね、潜在能力レベル5までやったやつなんですけど、メガトン自爆はあんま強くない。メガトン自爆の火力は死と引き換えにするにはあんま強くないけど、エッグボムランチャーの火力はね、いかれてるね、これ。普通にいかれてるし、相手ノックバックするから、まあ、そのまま5発6発平然と叩き込めて、なおかつクールタイムも短いんで、ガン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 、もうなんならクルットリーだけでパーティー行くんでもいいぐらいには回転率がいいんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんレベル100じゃなくて100体捕まえてレベル5してみてください。はい、ポプリーナ来ました。花粉症がねこいつのせいで流行ってるらしいんで、まあいらないですね。プレイヤーの近くに出現するアイテムを自動で拾いに行くらしいんですが、なんかあんまり機能しませんでした。次ミルカルビ。あ、これミルクはね必要です。なんとこのゲームね、まだ俺があんまり配合について詳しくないんですけど、配合でスキルを引き継がせれるみたいな
ことがあるらしくて、って考えたら配合はめちゃくちゃ使うんですよ。で配合に使うのがケーキ、よってミルクが無限にいる、よってこいつが牧場にいる、はい、なんで使います。次、イバラ姫。あ、これは草属性のパルの火力上げるやつですね。アヌビス戦で使いました。あ、でこのシャーキッド、シャーマンだ。この2体はパートナースキルレベル5にしたいですね、欲を言えば。なんつってもね、プレイヤーの攻撃上がるんで、どちらかといったらこれはアクアショットよりもスプリットファイヤーの方が強いんで、できるならシャーマンダー。炎の方が氷と火2つ弱点持ってるんで、育てるならこれシャーマンダーですね。なかなか難しいと思うんですけど。さあ、そして今度がこのしめ縄とお化け縄。なんかね、俺バグっててお化け縄だけビジュアル出てこないんですよね。これ一番最後に捕まえたのはちなみにこいつです。生息域がね、あの夜にしか出てこないんで、夜の雪山で皆さんよかったら見つけてみてください。地味に探しづらい。さあ、笹蔵、雷蔵、グレパンダ。俺後半にゲットしたからそんなに強いなって思わなかったんですけど、序盤に作ったらそこそこ強いのかな。笹蔵に関しては結構序盤からゲットできると思うんで。あとこいつらね、なんか中身が入ってないのか知らないけど空中に浮くんですよね。すごい、めちゃくちゃ浮いてく、なんかちょっと挙動おかしいやつですね。綿あめを落とすことがある。うん、まあいらない。砂糖の1万8000倍の甘さんで、これ糖尿病になっちゃうからこいついらないです。ベイゴートもあんま使わなかったな。相当食糧難になった時とか、まあ、最初のスタート位置がね、これランダムというか、違うところ、いつもみんなが始めてるってことは違うリスポーンできるんで、そういうなんかかなりね、沖側から始めるときに食糧困難になるからこいつを捕まえなきゃいけないみたいな、そういう状況に陥る可能性もあり。メルパカはまあ序盤ライドそこそこしますよみたいな、うん、あんまり使わないですね。ツノカミは強い。ライド適性もあって、なおかつこの伐採レベル2しか覚えてないんで、作業適性ってね、こういう1個しかないやつの方がいいんですよ。余計なことしないから、もうそれだけしてくれみたいなやつでレベル高いのが一番いい。ツノガミは最初のエースですね。これ山神に関してはよくわからん。こいつは筋力以外で出てくるのか、そもそもあんまり野生で見たことないんですけど。ホークウィンは、うん、見た目の割にはって感じですが、最初のライド飛ぶモンスターなんで、まあ、最も早く空に飛んで行きたい場所に行けるっていう、そういう意味では使うかもしれませんね。そして次がヒメウサに関しては、あ、そうだ、こいつね、いや、こいつ強いわ。こいつ使ったっけと思ったけど、パートナースキル強いことしか書いてないわ。作業制作台、武器効率がどんどん上がるのと、無属性のパルの効力が増加するっていう2つのかなり有用なスキルを持っている。でもね、無属性があんま強くないんだよな、そもそも弱点つけないんでね。で、ヘルゴートとアビスゴートはかっこいいがそんだけって感じで、パピティフも相手を毒らせれる、いや、でもまあ毒や一発で毒るから毒やでいいですね。ブルフェルノは最初に俺は卵から生まれたんで、火起こし要因としてかなり役に立ったんですけど、ライドしてまで寒さ感じるところに行くって感じなので、こいつも見かけ倒し。あ、どんどどん、こいつ説明文面白すぎな。あらゆる反応が鈍くなる。28箇所の刺し傷ができても次の日に朝初めて気づいて絶命するって、かわいそすぎるだろお前それ朝起きてベッドにこいつの死骸あたり、やだわ。まあ、だがこいつはなんと採掘がレベル2、かつ手持ちにいる間地属性のねパルの火力を上げてくるので、アヌビスと使うのがいいんじゃないでしょうか。さあ、来ました、テレツツキ。このマスクローのね、テレツツキがかなり強くて、ファントムアサルトが普通にね、技として有能なんですよ。序盤のアタッカーかなり火力を出してくれるアタッカー、まあただね、捕まえるのが大変っていう、しかも殺されるんだよな。ハードモードだとこいつ強すぎてあんまり近づきたくないやつ。見た目もかっこいいしね。で、いや、ダリザードとチリザード、第6巻ダンジョン探しに役立つんで、そういう意味では欲しいんだよね。しかもこいつ無限に卵から生まれてくるし、ダンジョンがどこにあるか分かんないで時のために第6巻を鍛えておくのはいいんじゃないでしょうか。あ、で、月影最初の手作業枠、一番最初の村のね、商人が売ってることあるんで、手作業しかないっていうのはアドでしかない、うん、エアムルグは、使ってないから分からん、使ってないから分からんけど、多分フォークウィンと変わらん、ほぼ。ヘアー来ました。ヘアー見てくださいよ、この恐るべき作業適性、どんだけあんねんっていう。でもあんまり制約とか作らないから
って考えたら、まあ、それでも手作業がレベル2あるのは強いですね。しかも弱点部位へのダメージが増えるってやつなんで、一緒に戦ってる間じゃなかったらな、手持ちに入れるだけで弱点部位へのダメージ増えたらいいんですけど、どんぐらい増えるかがいまいちわからん。さあ、こいつはロマンありますよ。フルパワーゴリラモードレベル5とかにしてほしいな。自分ではしたくないけど、運搬レベル3もあるのか。ただ運搬バグりがちなんで、そこだけは注意で、 B ナイト、 B クイーンじゃなくてクイーン B な、この2体はね、まあ草最強です。はい、草属性最強は多分クイーン B なです。こいつのスキルをマックスにした後にこいつらをマックスにしたら一体どうなってしまうのか。しかもね、爆発あるんで、ドンモップたちより強い。いや、しかもさ、作業適性どんだけあんだよっていう。作業適性1,2,3,4,5,6,7、困ったらとりあえずこいつ入れとけばいいみたいな、そういうところある。しかもこうやって作業2なんでね。さあ、ニャンギマリ。ニャンギマリは無属性の攻撃が強化される。ライド中ショットガンの火力増えますとか、そういう感じ。まあいらないね。で、同じくしてコモップ、ドンモップは最強ですね、氷属性の。まあでもグレイツェルがいたか、グレイツェルがいたので、最終的には氷はグレイツェルを使うかもしれない。ドンモップ、コ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 モップみたいにすると一つデメリットがあって、まあ、クイーンビーナーも一緒なんですけど、あの移動ができないんですよ。ボスのとこ行くのがまず大変っていう、そこがネックなところですね。お、一番最初のボスモンスター来ました。ニョロニョロイたちのね、おこちょさん。まあ、ニョコチョさん、意外と最初に竜属性がいらない説。そんなに闇属性の敵がいないんだよな。まあ、でもライドかなり早いんで、俺今回の動画、まあでもって言い過ぎが。なんだかんだ、すべてにいいところを言おうとしたら、まあでもつって、あれか？誰にでもポジキャンできる、そういうフォローの神。まあでも最初のボスとしてはかなり捕まえれたらいい方ですね。はい、次がライカーン。疾風陣雷。単純にね、雷系のモンスターはね、火力が高いんですよ。技が強い。で、ロックオンレーザーも絶対当たってくれるし。しかも、発電レベル3かと思ったらレベル2か。まあ、レベル3は欲しいんだよな、発電は。で、吹雪ギツネが氷属性強化。冷却とかいう作業適性はいらないです。はい、サラブレイズ、サラブラックは、サラブラックが単純に足速くて強い。戦闘要因としても強い。インフェルノ覚えるんで。ライド中に属性追加する系、本当にただの劣化なんだよな。倍率が他のフォレーナたちよりも上だったら話は別なんですけど、そこは要チェックという感じで、ひんやりボディ。ひんやりボディは使いません。犬妻も最初の段階で卵から生まれたらライド適性あるんだけど、まあ、解放が遅いんで、村雲たちと同じなんで、ちょっと影薄いですよね。知らぬいは可愛い。この辺からね、この中盤あたりから、序盤って絶対使わざるを得ないから嫌でも使うんですけど、こっから自由度が増えてきて、選択肢が多くなってしまう分、こいつ使うならまああいつでいいよねみたいな、そういうのが多い。お、雷鳴らし、雷娘来ましたよ。こいつがいると、まあネムラムと同じことができて、なおかつ雷だから相手まひるかもしれないっていう。まひるのかな、ちょっとまだこの雷鳴らし艦隊作ってないんで分かんないんですけど、それができるんだったらネムラムよりも強いかもしれませんね。ミステリアス。アンチグラビティは神です。しかも手作業レベル3です。ただあんまり捕まらないっていう。すげえたまにね、襲撃でパル研究員みたいなやつら連れてくるんですけど、それ以外はボスしかいないから、かなりレア。パートナースキルが上げれないね。はい、アロアリュー来ました。序盤に捕まえれたら最強、でも序盤にしか使わない。ビリビリ竜は終盤に出てくるんだけど、てか俺こいつ戦ったっけ、囚われてるやつを救ったぐらいで、なんかボスのこいつ戦ってない気がしてきた。まあでもスタッツは高いですよね。はい、シーペントサースナペント、背中に乗って移動できる、ライド中スタミナ消費を無効って書いてあるんですけど、なんとね、まあ、水上歩行系全部、後に出てくるアズレーンとか、あのレビドラとか、その辺も全部そうなんですけど、水上をライドしたり、海の上を飛んでったり、
いや、だからもう言いやす、水上をライドするより空飛んだ方が早いです。ただ空飛ぶよりも村雲で水の中を滑走した方が早いです。よって移動手段系は全部村雲でいいんだよな。なんか地面に足ついちゃうんだよな。ソウレイス、見た目はかっこいい、見た目はかっこいいし、こいつも序盤に商人から変える系なんで、ワンチャンハードモードの序盤に強い。うわー、ドリタスめっちゃ捕まえたわ。ドリルクラッシャーっていうスキルがね、鉱石壊しにいいんですけど、採掘レベル3しかない。こんなんもう普通に10体ぐらい、いや10体どころじゃないな、40体ぐらい捕まえていきましたよ。20-20で金属鉱石っていう最初から最後まで無限に必要になるやつをこいつに掘らし続けて、多分みんなこいつがうつ病とか飢餓状態とか焼け食いとかとんでもないあれになってるけど、直さず回転し続ける奴隷、一番の奴隷かもしれん。しかも落とすアイテムが上質なパルオールと金属鉱石っていう、めちゃくちゃいいんですよ。そしてニャンバツ、ニャンバツは一番最初に採掘レベルに、最終レベルに、運搬レベルにっていう神スキルを持っていて、なおかつ夜も寝ずに働いてくれる序盤の奴隷で終盤の奴隷。ラブマンダー、あ、こいつこんな、え、ケーキ落とすんだ。たまにね、熱烈なファンガールズとか言ってくるんですけど、ハートドレインめっちゃ HP に振ってる人だったら意味あるかもしれないけど、基本後半ワンパンで死ぬんで、あんまりそこは意味がないっていう。で、ラビーが可愛いだけ、ハバネドリが最初に乗るライドのホークウィンよりは使いやすかった。ホークウィンより技がね強いんですよ。しかもこいつは弱点部位を攻撃した時ダメージが増えるっていう、そういうところもある。こいつはすげえ後半に出てくる割には絶対使わない。へぇーって辻斬りめっちゃ好きなんだよな。ラージャン装備、妖怪ウォッチに似たやつが出てくると思うんですけど、こいつは伐採がレベル3、しかも最初の方の火属性で最強なんですよね。火属性めっちゃ使うんです最初。辻斬りがエースとして戦う人も多いんじゃないでしょうか。ライトニングっていうね、すげえ広範囲の電気技も後半覚えるんで、なおかつ金属インゴット落とします。こいつを借りまくるのもいいんじゃないでしょうか。で、次がライバードは、こいつも強かったな。ライコーンよりもライバードの方がなんか技のレパートリー強いんで、レビドラとかね、体でかい系の水にぶっ刺さる。水体でかい系多いんですよ。まあその理論で言ったら多分イグニクスも強いはずなんだけど、さすがにライバードの方が技は強いかな。で、クレメイオはなんとフォレーナのこの色違いみたいな見た目してるくせにそんなに強くない。それに引き換えフォレーナが強すぎる。こいつ強すぎる。なんなら手作業レベル3なんですよね。で、めっちゃマグマの近くのあの店で買えるんで、こいつ普通のパル商人が売ってるんで、レベルアップもしやすい。クレメイオは洞窟とか、まああとはボスモンスターで持ってくるんですけど、スキルレベルが上げれないし、こんなスキル上げてどうすんだって感じなんですけど、こいつはね、まあ、グレイツェル戦でも使うし、まあ、俺の中でティア1 ティア1のまあ下の方、トップ5には入るかもしれないぐらいには重宝しました。さあ、エスバーンはプレイヤーの移動速度が上がるって書いてあるんですが、これがまあレベル5とかになった時にどれぐらい上がるのかよく見たらなんか若干顔違うな。微妙に顔違う、腹立つな。なんかただこいつもね、手作業レベル3なんで、そこはいいです。この辺からね、なんかあんま使わないボスモンスターたちが増えてくるんですけど、こいつに関しては地属性のパルのドロップアイテムが増えるんで、地属性さっき言った通りドリタスが金属鉱石とか落とすから、そういう意味ではこいつを置いてロケットランチャー撃ってドリタス殺すみたいなのが一番金属鉱石の集め方にはいいかもしれません。シルキーヌ、上質な布っていうのがまあ後半不足しがちで、インテリアとかを作るんだったらかなり必要になるんですけど、こいつがいることによって無限に生成できる。しかも氷が他に強いやつがあんまいないせいで、ボーマンじゃなくてジェットラン戦とかにも連れて行きがち。シルフィアは専用技が強いですね。ミスティックハリケーンみたいなドラゴン技をいろいろと覚えるので、しかも飛ぶことができて獲得量が増えるって書いてあるけど、別に乗らないし獲得量は増えなくていい。ドラゴンタイプが、てか全部ドラゴンの技を覚えるってやつが意外といなくて、
最後のあいつ闇のね五条悟のボス戦の時にこいつ連れてたら役に立つかなと思ったんだけど、まあ、ジェットランで良かったですね。ヘルビスマグビスは両方とも炎の火力を上げてくれるんですけど、これは重複するんだろうか。例えばケルビス4体は多分重複しない気がするんですけど、マグビスと最初に言ったあのヒノコジカとか連れてったら二重でかかるのであれば、両方ともレベル5にして最強の火を1体連れてくのがマストになりそう。アズレーンは頼りになったなこいつ。しかもね、水やりレベル3 1個ということで無限にパナジウムを作らせる。引っかかりがちなんだよな。ボスモンスターのアズレーンよりも筋力で捕まえたちょっと弱いアズレーンとかちっちゃいアズレーンかを水やりに使うのがいいかもしれない。こいつはね、やっぱタイプも強いし耐久も強いし、歌方のアリアみたいなね、あのシャボン玉出しまくる技も強いし、なんでもござれって感じ。最後まで使いましたね。さあツンドラ、ドラゴンハンターとか言ってるけど別に全然ドラゴンはハントしない。極炎を見た目かっこいい、メガ炎武王みたいな感じだが、まあ新炎王の方が強いよねっていう話で、こいつかっこよすぎるよな。新炎シリーズ、サタブラックとかもそうだけど全部かっこいい。ヘルガルダとか。さあ次がペコドンとパリピドンなんですけど、こいつらはレジェンダリースキル、あのミサイルランチャー打ちまくるやつを50レベルのやつ、50じゃないか、もうちょいしたかな、44とかそれぐらいのレベルでプレイヤーが解放されるんだが、パリピドンの方が純粋な性能は強いんだけど、ミサイルパーリー、こっちのペコペコミサイルはペコドンだったらいっぱいいるからレベル5にできると思うんですよね。なんでもしかしたらペコペコミサイルレベル5が最強という世界があるかもしれないから、誰かペコドン100体捕まえてきてくれ、俺はやる気が起きない。次がラプラドンスプラドン、これもねゴミスキルなんだよな。荷物を肩代わりしてプレイヤーの所持重量が増えるっていう、これねツッパニャンの解雇感です。ただこいつは水草っていうタイプがいいんで、そういう意味では使う、水やりレベル3ですね。ただでかいから引っかかるし、なんならこいつは本当にボスしか見たことない、ボスモンスターでしか出ないかもしれない。フラリーナ、フラリーナとなんかあの2回目のボスが使ってた水のドレディアみたいなやつが振り袖すぎるんだけど、 HP を回復する系は意外と役に立つ。でボルカノンがねすごいすごいいい作業的してるんだよこれ。しかもこいつもライド中に鉱石壊す効率上がるやつなんで、俺はライドの鉱石壊しに使っていなかったんですけど、もしかしたらインフェルノとかも使えるのでめちゃくちゃ効率いいかもしれない。採掘と火起こしっていいですよね。でそれと同じくフロストカノン、これね生息地不明なんですよ、なんか出てこないっぽいんで、一回あれで見たな、俺あの襲撃で見た、襲撃で見たけど、まあ一番手っ取り早いのは卵から産むのがいいんじゃないでしょうか。次がアルパオアオパオ、これも例に漏れず所持重量が増える系なんでゴミです。次が最初のボスグランモス、みんなねそこ一回は殺されたと思うんですけど、グランモスブリザモス、ガイアクラッシャーで木と鉱石を壊す効率が上がるんですよ。なので石炭と金属鉱石のところにこいつがアースインパクトとか、あとグラストルネード、サンドトルネード、まあ、俺トルネード系2個覚えさせているんですけど、それを使うことによって信じられない勢いで溜まるんですよね。しかも当たり判定でかいからめちゃくちゃ鉱石を集めてくれる。なんで鉱石壊しはまあ俺はこいつが一番いいんじゃないかなって現状思っている。最初はだからイノボーに頼って後からグランモスブリザモスにするっていう、まあ、ブリザモス使ってないんでどういう技構成なのか分かんないんですけど、まあでもグランモスでいいかな。次がヒエティとトロピティ、なんかやたらこいつらのライド遅いんですけど、ライドの入手できるのが遅くになっているんで、もしかしたらライド適正あるっていうからライドしてめちゃくちゃ移動早いとか、なんか相手殴ったら強いとかあるのかもしれないけど分からん。運搬レベル4っていう一番ね、そのレベル4がマックスなんですけど、どうなんだろうな、運搬させ要因としてあまりにもいろんなものに引っかかりそうな体してるから微妙そうだよな。お、出た、こいつかっけえんだよ、ハードアーマー。なんと防御力が上がってなおかつ炎属性のダメージ軽減っていう二重で軽減してくれる。まあでも炎タイプには水タイプ出したいよな、本当に死にたくないみたいな、そういう状況に追い込まれない限りは使わないかもしれない。まあ技は強いんですけどね。はい、ということで本日の主役
村雲はやりすぎだね。村雲に関してはこいつはねやりすぎです。はい。やりすぎという言葉以外出てこない。本当にやりすぎなんだよな。いるかな今俺村雲。いやちょっと手持ちにないな。村雲のクラウドテンペストっていう技がもう移動、ただでさえ移動やばいんですよ。二段ジャンプできて一番足速くて、なおかつクラウドテンペストっていう感性を生かしながらジャンプとかしていくと、もうぶっ飛んでいくんですよね。で、なおかつ相手も高いところから落として殺せるし、技もね、ブリザードランスだっけ、なんか上から氷のやつを降り注がせる最強の技を覚えて、まあ言うことなしですね。こいつです、ティア1。とにかく村雲。村雲のこの風雲っていうスキルをレベル5にしたら移動速度速くなるのかな。ちょっとね、要件1レベル上げたんですけど、4体捕まえて1レベル上げた感想としてはあんま違いわからん。これがアップしたらどうなってしまうのか。まあだから俺ね、正直村雲いらなかったかもしれないこれ。村雲という存在がいなかったらもっといろんなやつに ライドしてたかもしれない。こいつのせいでね、他のモンスターのサドルを作る気が起きなくなるんですよ、あまりにも強すぎて。なので、まあ、ちょっと弱体化する可能性ありですね。はい。そしてダークライ。かっこいい。制約レベル3っていう。もしかしたら、後々制約が大事になってくる可能性もあるんで。今なんか、制約したものを飲むと、自分のステータスが、なんだっけ、振り直せる代わりに、捕獲率が永遠と下がるっていうバグがあるらしいんで、それだけ気をつけてください。フェスキー。最初の方にね、手に入るドラゴンの中では強いんですけど、まあ言うて、シルフィアとかとあんま変わんないですね。ボトルカイザー、もしかしたら、炎の最強枠かもしんない。採掘レベル4なんですよね。しかも石炭落とすから、筋力3で大量に枯れたらいいんですけど、あんま出てこないんだよな。炎枠最、あ、でも違う、炎枠最強、ホレナだ。ホレーナに次いで強い。まあでも採掘レベル4はいくらいてもいいですね。ヘルガルダ、わりかし見かけ倒しだった。最初の期待値ほど強くなかった。てか別に伝説のあれでも何でもなかった。ジオラーバ、落とすアイテムが良すぎる。ピュアクォーツとパルメタルインゴット、このね説明文から見てもらえば分かる通り、まあ最強って思ってたんだけど、伝説のパルモンたちが強すぎてかすんだな。あんまり、専用技が何だったんだろう、こいつ。何か分かんないんだけど、こいつのライドもレジェンドでかなり鉱石を壊すのにいいと思うんですが、素材がね、大変なんでまだ作ってない。一番いいのはこいつかもしれない。まあ、多分火力も一番出ると思うしね。次がデススティング。属性が優秀ですね。闇と土っていう。さらに、ドロップアイテムが増えて、プレイヤーの防御が増加するっていうか、いろんなのが書いてあるんですけど、採掘レベル3。この辺はいいですね。みんな採掘のレベルが高い。はい、これ土最強です。土最強だし、手作業4、採掘3、しかもなんと地属性を付与してくれる。しかも高速ステップで攻撃を回避する。しかもなんかこいつだけ専用技2つ持ってる。しかも土属性の最強の技も使える。まあ優遇されてますね。だいぶ優遇されてる。電気技、ガブリアスみたいなボスはこいつがいたら絶対勝てますね。まず、間違いなく。捕まえるのが大変なんだけど。おそらく水の最強枠として生まれてきてるはずなんだけど、なんか体でかいってことがこのゲームに関してあんまり良くないんですよね。体でかいがマイナスに働く場面しかない。よって微妙。で、アグニドラは、火起こしレベル4なんですよ、こいつ。一番火起こしって、そのパルメタルインゴットとか金属を使う上で、やらなければいけない要素で、体でかいから引っかかりがちなんですけど、こいつがちゃんとうまく火起こしをできる環境を作って、こいつの作業速度をアヌビス像でマックスまでしておくと、もう異次元級のスピードでガン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 金属が作れるので、アグニドラは使います。まあ、同じ理由でレビドラも水やりレベル4なんで、戦闘とは別のところで役に立つっていう。そういうところですね。うるさ、なんかスザクバカうるせえ。スザクシバ
なんか頑張れば最初の方で捕まえれそうなんだよこいつら。途中で見たし。あ、でもシバーはいないか。俺卵から生まれましたね。シバーに関してはなんかこいつの襲撃の飛行部隊みたいなのでたまに出現したかな。はい。まあでもこいつら使うんだったら後半に出てくる鳳凰でいいから。そういうところで、まあホルスか。鳳凰じゃなくてこのホルス。こいつが圧倒的に強い。飛んでるやつの中では多分一番強い。プラスエレパンダがミニガンがあんまり強くないんですけど、発電がレベル3。いやでも発電はこいつでいいんだよ。ボルゼックスが発電レベル4に手作業ついてるんで、どちらかといえばこいつを使いたい。でリリークイーンもかなり優秀な、この四天王って言うんですけど、俺この四天王はどれも優秀です。でまさか雷が2体出てくるとは思わんかった。雷2体だし、こいつもなんか雷みたいな見た目してるし、専用技バカ強いです。ただ作業適性が終わりに終わりすぎてる。本当に終わってる。何最終値って、舐めすぎでしょ。でもライドしたら移動速度が普通に空中も地上も両方速いっていう珍しいやつなんで、ゼノグリフはライド適性ありです。村雲がいなかったら革命だった。こいつ捕まえたら革命起こってた。で残りがセイントール、伝説のポケモンたちになるんですけど、セイントールは多分一番使わない。ノーマルタイプっていうのがゴミだが、三段ジャンプがどんなもんなのか、まだこいつらのライド作ってないんですけど、まあ、ライド次第ですね。村雲の上位互換の可能性ある。メガ村雲の可能性あるんで、そこだけですね。ペイントールは火力最強枠なんで、しかも専用技のあの突きまくるやつ、全ヒットしたらとんでもない火力出る。なのでセイントール、ペイントールはペイントールにアヌビス像のあれを使った方がいいでしょう。でグレーシャルは氷最強枠なので体力が多いんですよ。とにかくほぼやられることがない。なのでやっぱりこいつを捕まえてからジェットランに行くっていう流れが、まあ、本来のマストになってくるのかな。さあ最後がジェットラン。これもねちょっと後で見せたいんですけど、こいつのね乗ってる時の移動速度がまあやばいんですよ。これはこれで、これはこれでやばいんですよ。まあ、こいつの強さは見せます。はい、ラスボス戦で。ということで、長々と語ってしまいましたが、もう これで1本の動画でいいんじゃないかってぐらい語ったと思うんですけど、そんな感じの、まあ、とりあえずクリアした現段階の評価ですね。すごいでしょ。一体一体やっぱね、役割があるんですよ。こいつはいらないな、みたいなやつあんまいなかった。本当に10体、20体ぐらい。100体ぐらいは、ほぼ使う。なんでこれからハードモードとかをやっていく上で新しい発見がもっと見つかりそうで、そういう意味では楽しみですね。ということで、じゃあラスボス戦どんな感じになっているか見ていきましょう。さあではね、やっていきましょうか。まあ、逆にこれで負けたらどうするのって感じなんですけど、俺のパーティー見てくださいよ。こちら伝説中もびっくりのジェットラン、セイントール、ペイントール、グレイシャルに相棒クルットリ、まあ、このクルットリも最強のクルットリなんで。ただ、ステータスの差やばいな。え？マジ？こんな違うの？ごとつしたクルットリーの5倍ぐらいの体力あって笑った。まあ、おのおのね、ほぼアヌビス像でステータスは極ぶりしているんですけど、これで負けたらやべえだろ。見てよ、これ。これジェットランのね、ライドの移動速度とんでもない。もう他の、今まで村雲しか使ってこなかったんですけど、こいつはもう飛べるし速いし、しかも小回りも効く。さらにはこの圧倒的破壊性能、流星群全部使える。一番やばいのがこの専用技のエアリアルミサイルってやつなんだけど、何にも見えねえんだよこれが。これ強いのかどうかとか置いといて、単純に何にも見えねえんだよ。やばすぎだろこれ。視点どうにかしてくれ。せっかく一番最後の技なのに。はい。これ当たるかな？ボス戦で役に立つのかどうかは全くわかんないですけど、ジェットランがいかに削ってくれるか。五条悟、やろうか？最強を決めようか？そんな使ってるパルモン強くないだろ、だってこいつ。ゼノグリフなんてその辺にいたぞ、筋力に。いかにドラゴンタイプで押し切れるか。でも全部技ドラゴンにしてるんで。行くぞ、一発でクリアしてやるよ。他の逆にセイントールとかペイントール捕まえたのに、あんま使いどころなくて終わる。
ベクターやるぜ。ロケランの弾全部ぶっ放してもいい。小手顔面直撃、これで流星群がいいダメージを入るね。結構入るね。まあ、大体ロケラン一発2000から4000ぐらいダメージ。どこに弱点があるかね。出た、これがやばいんだよな。出て、しかもブリザードスパイクまで使えるんですね。危ない。やばい、持ってる技本当に全部強いぞこいつ。一旦エッグモブランチャーから入っていくか。これやそんなんで死ぬの。いや、これはね、もうチョコ材なことしなくていい。初手から、あ、やばい、待って、流星群放ってる。初手から、ライドランチャーを、ちょっと待って、こいつ、乗ったら技放ってんだけど、その間は動けないから、勘弁してくれ。出た。危ない、この追尾本当に危ない。おら、あ、やばい。当たっちゃった。え、でも、エアリアルみたいに結構入ってるところで。しかも、ちゃんと追尾する、相手。えぐい。えぐいけど、相手のダークビームもえぐい。打ち切れた。いや、入るな、火力。3万ぐらい入った。で、初手でドクらせていって、今回ね、シャーマンダー出てきてるんで、火力、さっきのクルトリの部分をシャーマンダーに変えた。プレイヤー自身の火力を上げていく。さっきの見た感じね、押し切れそうではあるんだけど、もうジェットラン半分食らってんだよな。だからジェットラン短期で勝つってことは不可能そう。言うて氷技使うんだよ相手で、ロケランの弾がもう全然ないから、まずはショットガンで攻めていって、いや、かなり火力稼いでるぞ。もうシールドあるうちは俺ガンガン前行くぞ。俺がヘイト買ってるよ。それだけジェットランの火力も入ってくれるので。うろうろしてる。どうしたあいつ、やることなくなった、食らってる。いや、結構もう死にかけ。ちょっと帰るか、自然回復待とう。次のランチャーまで生き残ってもらわないといけない。さ、火力最強フェイントールやっちゃって、お前の専用技見せてやるよ。お、来た、ダークレーザー。まあ、これじゃないんだけど、光と闇の戦いだよ。突きまくる地獄突きみたいなやつ。来た、これ、うーわ、すっげえ入ってる。え、何入った今。697×10 ぐらい入ってなかった。弱点とか関係ない、相手がノーマルだったらもうそれだけでどれだけ入っていったんだ。やばいよこれ、危ない。このレーザー系2つ持ってるのが本当にやばい。さあ、逆にレーザーで返していって。でもさ、こんだけラッシュ仕掛けてまだ半分いってないの。でマジでこの伝説のこいつら使って、ロケラン使って、あ、引っかかった、危ない。状態異常もフルで使って、火のクロスボウと毒の弓両方持ってきてるんで、全部を組み合わせてやっと勝てるぐらいの相手なのか。これ初期設定だときつすぎる。俺が火力にしてたす一番振ってないからだと思うんだけど、全部所持重量とかなんだ手作業とか。グレイシャルは今みたいに体力が減ってる時に相手を凍らせて遅延してくれるから、シールドが回復するまでの時間稼ぎになる。ナイスグレーシャル。セイントールちょっとさすがに使いどころねえな。この3体、火力のジェットランとその場しのぎのグレーシャルと、もう1ついの火力のベイントールの3体を回していって、全員自然回復させながら戦っていくのが一番良さそう。おい、これもう行くぞ、このままやるぞ。ちなみに10回ぐらい負けた。なんでもう弾がない。大体半分いったぐらいあたりで負けるんだけど、これが2回通ったのは初だぞ。だから今内心クソイライラしてます。すげえいいとこまで行って負けみたいなの何回してんねんっていう話で。危なくて、もうちょっと時間は全然余裕ある。これはもうロケランを視野に入れていい。ロケラン視野で戦っていい。残り10発。シャーマンダーのスキルレベル上げたかやったぞこれ。プレイヤーの頃相当上がってる。 1.3 から 1.4 ぐらいだった気がする。
お、地獄好きだ。ただ外れてる、避けられてる。気抜くなよ。一回マジミリまで行って負けたからな。ここで気を抜かない俺は。最後までナイス氷。凍ってる時は顔面ショットが。凍ってる時にロケランあったらぶっ飛んで死ねえよお前。他のさ、なんか捕獲したいやつはバグって飛んで死ぬのに、こういう一番殺したいボスに限って死なねえ。もうちょっと、もうちょっとだぞ。あと2番ロケラン5回分。はい、やばい、セーフ。凍結死だけは勘弁。8000、これジェットランのさ、え、じゃやめよう。これで最後か。ジェットランのエアリアルミサイルで殺してやろうかと思ったけど、そういうナメプが最悪な結末を生み出す。ラスト死ね。おーし、必死。もういや何が何でも殺す。シャーマンダーのおかげでしたねこれ。よーし、倒した。疲れた疲れた。ずっと戦ってたこいつと。強いよマジ、ほんまに強かった。ノーマルモードでかなり、まあ、やりごたえがあってよかったですね。でね、これ、まあ、一応言ってみるか。なんかあの世界じゃまだ実装されてないらしいんですけど、ボス全部倒したらいけるようになってるとか、そういうわけではないのかな。確かこの辺りで赤いバリアみたいなのに阻まれたと思うんですけど、ワンチャンなくなってるこれ。え、こんな近づけたっけ。ボス倒したからなくなったんじゃないのこれ。おい、まだ続くのか。そうなんですよ。これがね、消えてなくて、なんか上行けて、なんか上行けて、ちょっと待って、え？あれ？入れたけど。あれ、下までバーってあるんですけど、なんか、あれ？上空から行ったら入れちゃうみたいな。これ、絶対入っちゃいけないとこ入ってるの、今。おい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 。おいおいおい、どこまで行けるのこれ。え、着陸できちゃう。ただ、ここからが、さすがに行けないか。入れて笑ったなんだけど。やっぱマップとしては存在してんだよな。みんなね、絶対ここにラスボスがいるだろうなって思ってやっていたと思うんですけど、これラスボスじゃないんですよね。さっきの五条があくまでもラスボス。え？これモンスターとかいる？まさか。入れたのやばすぎるだろ。マップ上には何もないもんな。ちゃんと地面はあるんですね。なのでまあ今後のアップデートで多分ここは追加されることは確定で、真のラスボスみたいなのが出てくるでしょうね。なんでその時はまたこのメンツで、いやー戦えるんですけど、終わっちゃったかー。100時間プレイ、マジで最近やったゲーム、最近というかここ数年やったゲームで一番楽しかったかもしれない。で多分その一番の理由を占めているのが、俺本当に何にも知らない状況、完全初見で先行プレイしたんで、攻略サイトとか動画とかも何も上がってないんですよ。なんで久しぶりに自分でゲームを1から0からね、100まで全部調べてっていうか、そのゲームの中で試行錯誤してやっていったっていうのが、まあかなり自分の中での楽しいポイントだったかもしれない。まあだからね、ぜひと皆さんにもぜひ初見プレイでやってほしいんですけど、まあ俺の動画見ているから初見じゃないですよねっていう。そこは申し訳ないですね。はい、ということで、まあ、これからのパルワールドは、マルチプレイ、サーバーとかも自分で立てれるようになったので、32人とか、まあ、後々100人とかでどんどん PVP とかも追加されていくと思うので、ガンガンね、サブチャンネルの方で配信して、こっちにはアーカイブでちゃんと切り抜きを分かりやすく投稿すると思うので、よかったら皆さん、どっちのチャンネルの方も登録して、配信とかも見に来てください。ではでは、最後までご視聴ありがとうございました。次回のパルワールドを楽しみに。